はい、それでは続きやっていこうと思います。さて、噴水広場までやってきました。あれ、イベントちゃう。ちょ、戦っていきましょうか。もう少しで確かリクのレベルが上がりそうだったので戦っていこうと思うんですけど、てかさ、これが未だにね、後ろにちょっとあれが宝箱が見えたんだけど、あの箱はどうすればいいんだ。オッケー、よし、レベル上がったぜ。これどうすればいいんだろう。これわかんねえな、未だに。まあいいか、行くわ。よし、あー出るねー、ゾウさんも。くらえ、よし、ビート、おっせっつーの。ビート、お前のドリームイーターはどうしたんだ。今はパートナーが一緒だしな、お前の出番もねえよ。またビートはそんなこと。さっきまでリクはまだかって言ってたじゃない。はははもうそれを言うなよ。はじめましてだね。僕はライム、リク君だよね。パートナーのビートがごめんなさい。だから俺は謝んなきゃならねえことはしてねえっつーの。本当に謝るのは早い方がいいよ。出ないとどんどん謝りにくくなるんだから。おいリク、黙ってないでちゃんと言えって。悪かった、ただ仲がいいなと思ってな。なことねえよ。ちょっと、ね、あの手的とか見た目は悪いけど、すっごく思いやりがあるんだよ。ああ、ビートの思いやりには俺も救われた。ほれ見ろ、ウテライム、お前、ま、見た目が悪いって言ったか。え、やば、怒っちゃうよ、怒っちゃうよ。ちょっと傍観してる敵がちょっと面白かったね。奴がお待ちかねだ、そろそろ行くぞ。おう、こいつらは俺たちに任せろ。リク君はあいつを追って。ああ。おお。逃げたドリームイーターを追いかけようということで、逃げるんじゃなくて追っかける追っかける追っかける。どこ行ったあいつ。よいしょ、あれ裏通りに戻ってきちゃった。あれ。あれ。あ、セーブ。セーブしとこう。あれ、これ戻ってきてよかったのかな。やっぱこっちか、裏通り。イベント、イベント、裏通り追っていけばよかったんだね。数を出せばいいってもんじゃないぞ。はい、ドリームイーターやっとける。わー、やば、数の暴力ひどいわ。よし、
ベル上がります。よしよ、オッケー、オッケー、デッキコマンドソビスアップが来てるな。おっしゃ、ツノケラトプスのレシピ、ほう、あんま可愛くないから入れないかな。リク君、三番街だ。両方の世界からあいつを追い込む。わかった。やっぱ三番街に行かないといけないんだな。よいしょ。三番街ってどっち？その前に三番街ってどっちって感じなんだけど。よいしょ。あ、こっち一番街。おお、あ、懐かしいな、ここめっちゃ懐かしいわ。よいしょ、ちょっと戦いますね、ここね。よし、じゃあセーブしましょう。よし、で1番街に来て、で次2番街だね。で向かうべきは3番街なので、あともう少しだ。わー、懐かしい、こことかめっちゃ懐かしいんだけど。で確かこうだよね、こう行って、ここはなんかね、たくさん迷ったから覚えてるんですよね。よし、来た、3番街来たー。逃がさない、こっちも通行止めだ。ルールは守らないとね。しまった。スロイ。え？ソラ、頼んだぞ。もう少しで追い詰められるとこだったのによ。あ、そっか、でもう一つの世界に入っちゃったのか。でも向こうにはあいつがいる。大丈夫だ。でもよ、なんだかすっきりしねえな。ビートは誰の影響も受けないんだね。変わらないよ、君は。はあ、当たり前だろ、俺は俺だ。尾藤大輔の城君だっけ。おい、フルネームで呼ぶなよ。変わった名前だな。おい。お、来た。さあ、俺はもう行くよ。リック君、ありがとう。おお、元気でな。またみんなで会おうぜ。うん、ソラ君にもよろしくね。ああ、リック君、さっきの話だけど気をつけてね。もし本当に夢だとしたら、現実だと信じさせようとして夢は嘘をつく。わかった。あ、何の話だ。君やソラ君には難しい話さ。はあ。よし、先に行こう。いや、もうリクの笑顔がちょっと天使なんだけど。とどめナックル、攻撃力が高いキーブレード、リアリティシフトは発生しやすく、クリティカルは発生しにくい。あ、これでトラバースターン終わりか、リクの方の。あ、フリックランシュのデリシャスカップが解放されましたってなってますが、あ、やっぱあれか、ソラの方終わんないとダメですね。よし、じゃあちょっとドロップしようかな。よし、じゃあソラくん行きましょう。3番街まで行きたいんだけど。やばいな、ほんと、もう方向音痴が炸裂しておりますね。もうね、ポストオフィス出てきちゃうとね、もうね、マジトラウマなんですけど。はい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 。で、そう、確かバトルの続きだったんですよね。おい、タツノオトシゴー。あー、また落ちた。もう、ちょっと待ってね、もう一気に3番街まで行っちゃいたいんだけど、どうやって来たっけな、ここ。忘れてるだよ。
メだ。おお、なんかどっかで確かレールを乗り換えなきゃいけなかった気がするんだよね。それがどこだったかっていうのを覚えていないんですけれども、よいしょ、これで戻れるかな。オッケーです。さあ行きましょうか。移動します。よし。いやでもなんかだいぶいい時間なんだけどな。あ、戻ってきた戻ってきた戻ってきた。あ、そうだそうだ、こんな感じでしたね。オッケー。でここが一番街だから、あーやばい、さらにいる、戦っちゃうね。セーブをしたいんですよね。あとデッキコマンドとかをちょっと変えたいので。おー、オッケー。よし、こんな感じかな。あれ、ここセーブ、あーあった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 、よし。じゃあちょっとセーブして、ですね、ちょっとデッキコマンドとかちょっと変えてみます。はい、少々お待ちを。お待たせしました。さて行きましょう。目指す3番街。あ、でもなんかだいぶ時間がいい感じなんだよな。なんかおそらくっていうか絶対ボス戦になると思うか、どうしようかな。じゃあ今回ここで終わりにしておきましょうかね。やばい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 、奇襲にあった奇襲にあった奇襲にあった。よし、じゃあ今回はここでおしまいにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。